ヤクザにとって命の次に大事な、まあ、命の次どころか命より大切なダイモン、このお話をしてみたいと思います。一言で言ってダイモンと言いましても、会社のマークとか学校の校章とかそういうよう、まあそれも大切でしょうけど、それ以上に大切なもの、もうこれが全てと言っても過言ではない、各組織いろんな本当に思いが込められて作られているものなんですね。作られているというものもありますし、代々継承したものもありますし、元からある家紋、その家に伝わる家紋をあしらったものもありますし、組織が変わるごとに、まあ、デザイン変更というか、あの意味合いを持たせたデザインに変えていっている、進化させているものもあるんです。まあどれだけ重要かっていうことをお伝えする一つのエピソードとして、大きい組織ですと同じダイモンを持った3次団体4次団体とバッティングすることがあるわけですね。その場合分かってるんだけど、そこの名刺を出し合ってもいろいろ問題があるっていう場合、でも明らかに話が優位だとか、まあそうじゃないにしても出す場合も過去にあるわけですよね。ところがダイモンを出して、同じ身内の中のダイモンを出して話し合うっていうことになった時に、まあよくあるのは、まあそういう話じゃなくてもう個人的な話をしましょうということで、その時にあったナフキンかハンカチでそのダイモンをパッと見えないように組織をなしにして話をしましょうと言ったところ、もうそれだけで上げ足を取って話をひっくり返したっていうエピソードがあるんですね。というのは、3次団体4次団体も要するに大門頭の総長会長組長っていうのは雲の上の存在なんですよ。その大門に対して、蓋をするとは何事かと、その話以前の問題だということで、もうねじ曲げて、もうそこでそれはおかしいって、それはそうですよね。よくよく考えたらそれっておかしいですよね。そんなぐらいの大切なもの、私が過去にね見て自分が経験してびっくりしたことがあるんですが、その当時私が、まあ私のところも戦友化の波になって大手のところに所属することになってんですけ、なったんですけど、またその地域にはいろんなまだ独立団体があって、独立団体の中でも2つ3つで合流して1つの組織になったりとか、そういう親睦会みたいなのが作られたりとかっていうことがあって、その時に大門が変わるわけですね。で、その3社4社が統一して1つになったっていう風で名前が変わった。で、だけども内部のことがまたガタついて、また違う組織になるっていうことになった。要するに反目し合って人、また元にも、あの、違う形になったっていうことがあったんです。ただ、よそさんのことであんまり意識はなかったんですが、まあ近くに事務所があるもんですから、そこの事務所のところの、まあ何気なしに日にちが違うんだけど、そうですね、その組織の事務所があって何かそういったことがあって閉鎖になるか引っ越しかっていうことを聞いてたんで、ああ、そうなんですかって、引っ越しになります、また移転するんでっていうことになってた。その前を通った時に粗大ゴミっていうか、まあ昔はゴミなんていうのはなんか捨て放題だったんで、別にこんな今みたいにすごいうるさい決まりがなくて、なんか出しといたらもう持ってってくれるみたいな感じだったんで、ああこんなところゴミが出てるなって、何の気なしに見たらですね、その組織の大門がそのまま粗大ゴミに置いてあるんですね。その組一式提灯とか、と思って、当人自分の所属の事務所に、自分それは分からなかったんで、何々組の大門とか、組の家財道具、組の一切合切が捨ててありますよって言って、本部長かな、に言ったら、ああ、そうか、それもさすがに、いや、でもこんなのいいんですかね、こんなとこ置いといてって。いや、なんか自分としてこんな大事なものなんですよ。なんか間違えてあれしたんじゃないですかって。これ持ってった方が、まあ知ってるわけですから、持ってった方がいいですか、いや、それはいいと思うぞって言われた。自分も、ああ、こんなことなっちゃってって思った記憶がありましたね。今となってはですね、それをなんか少しでも持って、もう30年、40年前ですから、持っていればすごいお宝になったんじゃないかなと思いますけど、そんなことがあって。そうなんですよね。まあ私前段でものすごく大事なもの、大切なものっていうことを言っときながら、そんな粗末に扱えるのかっていうことは、そこの大門が違うとなれば、もうそれはもう全く意味がなさないものなんですね、これが。でもその大門を守るために
体もかけ、懲役もかけ、いわばその大門を守るイコール収入になるということもあるわけですから、必死に守っていくわけですね。そこを汚される、馬鹿にされる、舐められるってことは許されないということです。ただ、やはりそのバランスが狂って何かの形で組織が崩壊したりすれば、もう今までの担いでいたものが崩れてしまうということはあるんですね。だからその決まってるものだと言っても、そういった流動的であるっていうこともあるんですね。まあ昨今の分裂、また戻るとか、いろんな組織が内部分裂、揉めたりしているんです。大中小とありますけど、今このご時世になって、やっぱりどこの組織もガタガタしてるっていうのは現実なんですね。まあそんなことも思いながら、またこの世間の情勢とそういった反社会、893の組織の推移っていうものも見ていただけると、まあまた違った角度で感じてもらえるっていうのが、まあ今の現状のそういったことがわかるのが、ちょっとね、表現が難しいです。面白いとは言い難いし、かといって私が言ってるのは、この組織が分裂構想っていうことは実社会生活に関わってくるんで、あまり他人事ではない。現実、発砲、銃撃戦、流れ弾っていうことは過去にあったわけなんで、今後ないとも限らないということで、まあ見守っていただければと思います。